このように黒と白の部分をバランスよく含まれていることが大切なんです。はい、皆さんこんにちは、リュウキです。今日は超重要、体の関係後に男性の愛が続く秘訣についてお話ししていきたいと思います。今日はちょっと絆創膏だらけで見苦しくて申し訳ありません。総合格闘技のスパーリングでちょっと激しくやっちゃいまして、では本題の方に入っていきます。よく体の関係を持った後に男性の態度が冷たくなるという話を聞きます。皆さんはどうでしょうか？そんな経験ありませんか？例えばエッチだけで終わるのは嫌とか、どうしてワンナイトで終わっちゃったんだろうとか、まあ男性って体の関係を持ったら変わるって言われているんですが、本当に全ての男性がそうだとは言えないんですね。そこで今日は超重要、性交渉の後に男性の愛が続く秘訣2選をやっていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきますね。初メッセージさせていただきます。いつも動画ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。毎回拝見させていただいています。私は30代女性です。リュウキさん、私には悩みがあります。私の経験上、体の関係を持つと急に態度が急変する男性が多いように思われます。どうして男性は好意後であんなに態度が変わるのでしょうか？その後も変わらず愛してもらうにはどのようにしたらいいですか？またそのために体を許すのを遅らせた方がいいのかなど、ベストなタイミングがあったら教えてください。よろしくお願いします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですよね。男性は好意後で態度が変わってしまうとよく言われています。ですから好意をする前にこれをやっておくと、そのまま愛され続けるということなんです。なのでそれをやってから初の関係に臨むようにしてほしいんです。今からそれをお話ししていきますね。超重要、体の関係後に男性の愛が続く秘訣2選です。まず1つ目です。1つ目は、彼にとってかけがえのない存在になっておくになります。つまり性交渉の後、この女性がかけがえのない存在だと気づいていれば、男性はこの女性を逃したらもうこんな女性は現れないだろうと認識して、態度は変わらないんですよね。性交渉前の関係性で全てが決まってしまうというわけなんです。では男性にとってそんなかけがえのない女性とはどんな女性なのでしょうか？それは6つあります。これが多く当てはまっていれば当てはまっているほど、彼は皆さんのことを手放さないと思います。まず1つ目です。1つ目は、自信を与えてくれる女性になります。自信を与えてくれる女性は男性にとって貴重な存在です。男性は女性を通して男性としての自信をつけたいわけです。なのでそんな自信をつけさせてくれる女性ってかけがえのない存在なんですね。そして2つ目です。2つ目は、とにかく外見が好みの女性です。ストライクゾーンドンピシャな女性ですね。美人かどうかではなくて好みかどうかです。男性ってそんな女性を手放せないんですよね。そして3つ目です。3つ目は、自分のことを分かってくれる女性になります。男性はプライドの高い生き物です。だから自分の考えていることを肯定してくれる女性って好きなんですね。要はいつでも自分のことを分かってくれていて、自分の味方になってくれる女性をかけがえのない存在だと思うんです。自分を受け止め肯定してくれる女性ですね。そして4つ目です。4つ目は、温かく見守ってくれる女性になります。女性からしたら男性の言動はあまり理解ができませんよね。大人子供ですからね。50歳になっても60歳になっても中身は小5なんです。自己中でわがままなのが男性という生き物です。だからこそしょうもない言動とか行動しても温かく見守ってくれる女性をかけがえのない存在だと思うわけです。そして5つ目です。5つ目は、元気とパワーを与えてくれる女性になります。このような女性は相手の悪いところを探すのではなく、相手のいいところを見ようとします。またネガティブなことが起きたとしても常に明るく考えるんですね。つまりその男性にとって太陽みたいな存在なんです。彼女がいるだけでその男性の周りに明るさが広がるということです。そして6つ目です。6つ目は、ウツボが大きく愛がある女性ですね。すぐにイライラしたり怒ったりしない、相手への思いやりがあって器の大きい女性です。男性はその女性とずっと一緒にいたいと感じるわけです。結局器の大きさに応じてその器に愛が入ってきますからね。以上が男性にとってかけがえのない女性6選になります。結局男性はこういう女性が目の前に現れた時に、その女性に心を決めて、その他に目を向けないと覚悟を決めるということなんです。そして戻ります。体の関係後に男性の愛が続く秘訣の2つ目です。相手の男性より格上になっておくになります。まず人って恋愛においてあらゆるスペックを基準にしながら、自分より格上として見ているのか、自分より格下として見ているのかというところを判断して、付き合うか付き合わないかを決めているんです。これは男女とも同じです。
皆さんがいい悪いというのではなくて、相手にとって皆さんのスペックが格上か格下かというところを基準にしているだけなんです。ただこれは悪い意味で捉えないようにしてください。要は皆さんが魅力的で格上だと思える男性もいれば、格下と捉える男性もいますよね。その男性の視点によるということです。皆さんもそうですよね。告白されてもあまり嬉しくないとか、 LINE をもらっても既読無視してしまうとか、デートに誘われてもあまり行きたくないとか、このような男性っていますよね。皆さんはこんな男性を格下だと認定しているんです。アプローチされても何も響かないのはそのためなんです。だから格下の男性とは連絡も取りませんし、デートもしません。これはいい悪いではなく、その人の判断基準から全ての人が無意識にやっていることなんです。つまり体の関係後、彼の態度が冷たくなるというのは、彼に格下だと認定された、ただそれだけなんです。でもそれは皆さんが悪いわけではなく、皆さんに魅力がないわけではなく、ただの相手の判断基準なんです。そんな皆さんを気に入ってくれる男性は他に必ずいるからです。恋愛ってある意味このようなスペック戦争なんですよね。なので皆さんのトータルスペックを上げていくことで、体の関係後の彼の心を射止めることができるということなんです。ではトータルスペックを上げる3つの方法をやっていきたいと思います。1つ目は皆さんのエネルギーを上げることですね。エネルギーを上げるにはこの6つのことをやってください。1つ目がエネルギーの高い場所に住む。そして2つ目がエネルギーの高い場所に行く。そして3つ目がエネルギーの高い人と一緒に過ごす。そして4つ目がエネルギーのいいものを身につける。そして5つ目がエネルギーのある生命力があるものを食べる。そして6つ目がよく笑うこと。この6つのことを実施するとエネルギーは上がります。なのでぜひこの6つのことを実践してやってみてください。そして2つ目は外見のスペックを最大限に上げることになります。男性は視覚的な生き物ですからね。やっぱり外見が彼のタイプに近づけば近づくほどいいと思います。だからこそその彼の好きな外見をリサーチして最大限にピンポイントに近づくようにしてみてください。できる範囲でいいので、やるかやらないかで全く変わってくると思います。そして3つ目が女性らしさを作っておくこと。女性らしさとは色気、癒し、母性、上品さ、柔らかさ、まあこのような感じですかね。そしてプチバカママとかミステリアスなんかもそうです。このように黒と白の部分をバランスよく含まれていることが大切なんです。これらを平均的に上昇させておいてください。すると惹かれる女性のスペックが上がってきます。要するにトータルスペックはこのように皆さん次第でどんどん上げていくことができるということです。以上が超重要、体の関係後に男性の愛が続く秘訣2000になります。いかがでしょうか。今日の話をまとめていきますと、体の関係後に男性の愛が続く2000、まず1つ目が男性にとってかけがえのない存在になっておく。そして2つ目が相手の男性より格上になっておく。男性にとってそんなかけがえのない女性とはどんな女性なのか、6つあります。1つ目が自信を与えてくれる。そして2つ目がとにかく見た目が好み。そして3つ目が自分のことを分かってくれる。そして4つ目が温かく見守ってくれる。そして5つ目が元気とパワーを与えてくれる。そして6つ目がうつぼが大きく愛がある。そして2つ目が相手の男性よりも格上になっておくためのトータルステップを上げる3つの方法です。まず1つ目が皆さんのエネルギー値を上げておく。そして2つ目が外見のスペックを最大限に上げておく。そして3つ目が女性らしさを作っておく。そしてエネルギーを上げる方法を6つご紹介いたします。1つ目がエネルギーの高い場所に住む。そして2つ目がエネルギーの高い場所に行く。そして3つ目がエネルギーの高い人と一緒に過ごす。そして4つ目がエネルギーのいいものを身につける。そして5つ目がエネルギーの高い生命力があるものを食べる。そして6つ目がよく笑うこと。これをやってから初エッチに臨めば完璧ですね。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いで彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。